とうとう1年最後の月12月がやってきました。はい、もう今年も30日で、まあ、2023年が過ぎてしまいますね。早いですね。うん、ただ私はね12月が大好きです。はい、誕生日なので。あ、私もあの自分への誕生日を何にしようかなと、まあ、何にしようかな、ね、考えると楽しくて仕方ないですよね12月。はい、はい、まあ、12月には私の息子も誕生日なんですね。そうですね。じゃあ1ヶ月に家族3人が誕生日ということで、はい、まあ、出費が重なる月でもありますそうですね。はい、そして12月といえば、まあ、ゴスペルの主人公ジーザスの誕生日も祝われますよ ね、うん、はい、キリスト教最大祭日のうちの一つクリスマスです。まあ、普通誕生日と言いますと生まれたその日だけをお祝いするのが誕生日じゃないですか。はい、ね、でもクリスマスだけはその1ヶ月くらい前からアドベントと呼ばれ、まあ、楽しみにされているんです。そうですね。そして世界中日本中で祝われるのがクリスマスなんですね。はい、日本では12月25日ぴったりでクリスマスは終了するんです不思議ですよね。不思議ですね。面白いのは西洋では、まあ、1月6日頃までクリスマスの飾り付けがされたり、はい、まあ、休みが続くんですね。はい、日本では12月25日ぴったりでクリスマスが終わってしまうという、そうですね、まあ、文化が面白いなと思います、この違いがね。はいはい、このクリスマスにはあちらこちらでクリスマスコンサートやライブ、まあ、クリスマスイベントが開かれてですね、クリスマスの曲が歌われたりします。はい、というわけでゴスペルレディオステーションでも12月に入りましたので毎週クリスマスの曲をメインにお届けしていきたいと思っています。はい、1時間最後までお付き合いください。